水木しげるロードに設置されているサラリーマン山田のブロンズ像。サラリーマン山田は水木しげるの作品に登場する架空の人物。メガネデッパなどとも呼ばれる共通の特徴を持つ人物の総称。メガネとデッパが特徴の愛情を帯びたサラリーマン。山田の名前で登場することが多いが作品ごとに異なる場合もある。また、サラリーマン以外にも漫画家。 商人、学生、忍者、カッパなど様々な役柄の中で平凡な一般人を演じるキャラクターであり、幸福を夢見てつつましく、日々を過ごすが、様々な悲劇に合わされるなど報われることは少ない。水木しげる作品のスターシステムとしては、特に登場頻度の高い定番のキャラクター。水木の歌詞本時代後期であり、ガロで雑誌デビューを果たした1964年頃から、 登場するようになる。キャラクターのモデルは、水木の貸本漫画を出版していた東校舎の桜井昭一。水木は初対面の時から彼の個性的なマスクに惹かれたといい、本キャラクターについては、働いても働いても落語していく善良な現代人という漢字がよく現れた重要なキャラクターと述べている。なお、水木の自伝漫画で描かれる桜井昭一も、 同様の用紙で登場する。鳥取県境港市の水木しげるロードでは北郎等の妖怪に混じって、サラリーマン、山田のブロンツ像や着ぐるみが存在する。また、2018年4月3日より市内を走るハマループバスにおいて、車内外に多数のサラリーマン山田が描かれたラッピングバスが運行している。など多数。ありがとうございます。